のくまモンのファッションショー、モンコレクション略してモンコレをお届けしたいと思います。カメラ、あ、そしてそ準備はね、カメラ持ってらっしゃる方、準備はよろしいでしょうか。電源入ってますでしょうか。大丈夫ですか。メモリー残ってるでしょうか。残ってますか、ね。さあ、ところでくまモン衣装なんですけども、皆さんどれぐらいあると思います。え、どのくらい。何着、何百着。でもみんなくまモン好きだから知ってますよね、大体。そうかな。どのくらいか分かります。はいはい、なんと約200着持ってるな。私たちよりしか持ってますよね、くまモンね。もう私はこれ行ってこいしかないんでね。これ行ってますね。だから色合わせということですね。小道具関係を含めますと300を持っているんだそうです。うわー、おしゃれですね。でね、今年度もたくさんの衣装が新たにくまモンのコレクションに加わりました。その中からよりすぐりのものをご紹介してまいりたいと思います。それではごゆっくりお楽しみいただきましょう。くまモンファッションショーモンコレスタートです。喜んでいくことでしょう。そうですね。
6枚の花の絵、アテンドの皆さんが持ってきてくれましたよ。肥後六花とは、肥後椿、肥後芍薬、肥後花菖蒲、肥後朝顔、肥後菊、肥後サザンカの6種類の花の総称となっております。カモモンが描いた肥後六花、それぞれのお花の特徴をよく観察していた様子が伝わってきますよね。さて、この蝶々の羽をあしらった衣装なんですけども、中華さん、今日が見納めになるかもしれません。皆さんしっかりと目に焼き付けておいてくださいね。こちらです。さあ、以上、熊本花博緑化フェアの衣装でした。ありがとうございました。華やかな衣装で登場してくれましたね。もうこれ最初は熊本花博緑化フェアの衣装で登場のかわいいくまもんでした。ありがとう。そうなんです、衣装チェンジの間にはこの方が登場です。あー、この方が登場です。この中は普段は菊池城の巡回警備や PR を行ってくれていますよ。趣味は菊池城をお散歩する方、好きな食べ物は古代米で作ったおにぎりが大事なんです。将来の夢は菊池城がもっと有名になること。さあ、チャームポイントといえばどうですか、中華さん、かわいいでしょ。かわいい笑顔がチャームポイントです。ですよね。ですよ。今日は春らしいテントウムシになりきっての登場。そうですね、お母さん、選手が喜んでると思いますよ。さあ、くまモンはね、長所に噴して登場でしたが、はい、トロ君はテントウムシになりきっての登場ということになりました。こういうことなの、仲良しですよ。春らしいテントウムシの衣装で、かわいいステップで、あら、よーく見たら、ほら、トロ君の頭のところにも、ほら、テントウムシの触覚のようなものが、うわ、目が細かい、すごい、かわいい。さあ、というわけで、菊池城のトロ君の登場でした。どうぞ、拍手お願いいたします。どうも、ありがとうございました。やっぱり可愛いですね、みんなね。みんな可愛い。お、懐かしい。私たち世代では、思い出しますね。あのドラマ。あのドラマの、トークが続いて、登場するのと、熊博プロデューサー衣装でございます。いや、なんかちょっとさっきとこう雰囲気も違うね、くまもんね。そうですね、かわいい雰囲気だったけどね。プロデューサーさん出てますよ、ちょっと。まあ、あとはちょっとね、石田純一よりな的なね、感じも思わせつつも確かにね、話がなさそうですけどもね。さあ、ご紹介しましょう。この熊博とは、熊本の旅やグルメ、お祭り、イベントを楽しんでもらおうと、 JR 熊本駅前、阿部広場と花畑広場会場に、昨年10月8日から11月6日まで長い期間ね、開催されていました。くまなく熊本のキャッチフレーズのもと、熊本の魅力を発信するイベントとなった熊博とくまモンは、総合プロデューサーとして盛り上げてまいりました、ね。ピンクのカーディガンを背中に羽織り、そして注目していただきたいのは、袖を胸の前で結ぶ、まさにプロデューサー巻き。このお手本のような着こなし、いかがでしょうか、皆さん。熊本堂々なるプロデューサー感満載での登場となりました。さら、はい、にですよ、中華さん、何でしょう、熊本の頭にも注目してください。どうしました？頭にずらしてかけるサングラス、うわ、そして腕には羽根目の腕時計、出ました。そして黄色いメガホン、素晴らしい。小物類のコーディネートも完璧、プロデューサーになりきっていらっしゃいます。でね、知ってました、皆さん。そして中華さん、はい、腕時計なんですけども、常におやつの時間の午後3時を指しているんだそうですが、これはね、ここだけの秘密にしておいてくださいということですが、はい、
総合プロデューサーとして熊博を成功に導いたことに気をよくしたくまモン、今回の誕生祭では総監督の肩書で頑張っていきます。役者さんが来ましたね。あら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 、始まりますか。始まりますか。このまま日曜日のこれは来週公開の熊本ラブストーリーじゃないですか。ねえ、まあ、撮影風景を皆様には見ていただいているということなんでしょうね。いいですね、いいですね。ダメ出し、ダメ出しかな、ダメ出しかな、いい感じなんですかね。あら、おっと、ダメ出しみたいな、ダメ出し、ストップ。あらあら、え、違う違う、そうじゃ、そうじゃない。何か私は分からない。え、演出されてますね。もう一回行こう。女優さんが仕切ってます。女優が仕切ってますか。なかなか私たちはあれすると怒られちゃうから。女優が仕切ってあります。あ、もう一回。来ました。うまくいくのですか。え、いくの。え、あのタイプちゃんと女優さんなのかな。以上、熊博プロデュース